どこまで飛んでるか分かんねえね。おお、めちゃ当たる、うん、めちゃ当たる、ウェイだ。うん、めちゃ当たる、ウェイ。すっげえ当たるね。プループループルー来てる。結構遠くの方で当たったね。解消するか。いや。一発目から四連掛けだと嬉しい。一、二、三。お、一発目から三連掛けというこのラッキー。よくね。一発目から三連掛けなんですけど、超嬉しいな。ちょっと斜め飛んじゃったな。今日はロッドはモンスタージェッティと、あとリールはステラ使ってやってます。だいぶ斜め飛んだのこれ、やべえな。当たってます。うお、食欲旺盛だな、キス。めっちゃ当たってるわ。ホルトスナイパーよりも当たりが分かりやすいね。よし、こういうのも回収しちゃおうっと。お、1、2、3、4。惜しい。寝心地が入った。まあいいか。4連が来たよ。いいね。よし、これはもう連が来たかな。めっちゃ重い。なんか目落ちが増えたぞ。マジ目落ちいらねえんだけど。目落ちが今日多いな。うん、よん。お、いい傾きすぎた。こりゃでっけえな。ほんと今日は連掛けが多いわ。
大きい炭火焼け、あのでかいからな。ズボーっと。一番下はハゼか。カニだった。マジか、当たったぞ。そして切れたぞ。リーダーすっぽ抜けやがった。ジャングル当たったんですけど、けど終わり。超悔しい終わり方じゃん。まあいいや、時間ねえし、あるけど。
いただきます。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回もね、キス釣り動画でありましたけども、楽しいからね、ちょっとまったりキス釣りしちゃおうかなみたいな感じでやっております。そしてね、キス釣り終わった後はね、メスティンでご飯を炊いて食べるというのをちょっとハマっちゃいまして、外食するよりも安く済みますんで、そればっかりやっちゃってます。お腹もいっぱいになるし、とても楽しいですね。キスに関しては、まあ毎度天ぷらにしか僕しないので、まあ寿司にして食べたこともあるんですけども、僕の中ではやっぱりキスは、天ぷらが好きなんで天ぷらにして食べました。でね、そろそろ本格的に次からはメインのサーフフィッシングをやっていこうかなと思っております。秋になってハイシーズンを迎えてきているので、青物、フラット、シーバス釣りたいところです。今年ね、まだ目標を立てたうちのヒラメ、マゴチ、シーバスはまだ釣ってないんで、頑張って魚釣り行きたいなと思っております。2020年も10月、11月、12月もうあとちょっとしかないので、頑張って魚釣り行きたいと思っております。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなぁと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。